皆さん始まりました、つば九郎のリモット。さあ今回はクルー10周年記念会と題しまして、我こそは熱いクルー会員ですという5人の皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。ちょっと皆さんのお声ももらっておこうかな。改めましてこんにちは。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 よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日の参加者の皆さんもお揃いですので、早速シーズンを終えたばかりのつば九郎をここにお迎えしたいと思います。皆さん準備は OK ですか？はい。イエーイ。はい。では私がせーのと言いますので、大きな声で一緒に、すいません、今出ちゃったんですけど、つば九郎呼んでから出てもらっていいでしょうか。私がすいません、まだなんです、まだなんです。大きな声で呼んでください。ではご一緒にお願いします。せーの、つば九郎。来てくれました。ちょっといつもねフライングしちゃうのよね。よろしくお願いします。さあということで、つば九郎も揃いました。改めてつば九郎、1年間このシーズンお疲れ様でした。拍手。ね、シーズン終わりのリモートオークですから、ちょっとね今年は2000試合の達成だったりとか、リーグの2連覇だったりとか、本当にこう年間通して大忙しだったと思うんだけど、つば九郎は今年を振り返ってどうですか？どんな1年でしたか？のりこさんがつば九郎2000試合おめでとうってスケッチに書いてくれてます。ありがとうございます。ちょっとね今シーズン振り返ってどんな1年だったか、あと振り返るそっちじゃなくて、一応振り返るんじゃなくて今シーズン振り返ってもらっていいですかね。どんなシーズンだったか聞かせてくださいよ。本当に大忙しだったと思いますが、まあ、シーズン終わってもね、つば九郎はオフにもいろいろイベントもありますし、ね、まだまだ忙しい日々が続いていると思いますけどね。さあどうでしょう、最後シリーズ負けちゃってごめんねと。そんなことないですよ ね、みんなで戦った結果ですからね。また来シーズンも、来シーズンこそはね日本一目指して頑張っていきましょう、ね、ということで、そんなね熱い今日はねクルー会員の皆さんをつば九郎お迎えしてるんですよね。皆さんとこう来シーズンの気持ちを高めていきましょう。では早速自己紹介を兼ねて、ちょっと皆さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。ではまずお話を伺うのは、キリエのりこさんからお話伺っちゃおうかな。よろしくお願いします。お願いします。はい、のりこさんはちょっと事前にいただいたアンケートの方で、大喜利のようなやり取りと鋭いツッコミをしたいスケッチブックを用意して待ってますと意気込んでくださいました。いいですね、スケッチブック持参で。ありがとうございます、はい、のりこさんは喋って大丈夫ですからね。わかりました。のりこさん早速なんですが、はい、クルー会員は何年ぐらい入ってらっしゃるんでしょうか？今年で、6年目です。6年目、ありがとうございます、はい、のりこさんがクルー会員、そもそもこうスワローズを好きになったきっかけっていうのを聞いても、つば九郎もねありがとうって言ってますけど、きっかけは何だったんですか？きっかけは、はい、20歳過ぎに、はい、野村監督の時から、はい、ヤクルトファンで。あ、そうなんですね。そうなんです。で一度子育てで離れて、あ、なるほど。飛び出なかったんですけど、はい、ちょっと子供が大きくなって、はいはい、一緒に行けるようになって、はい、浮気したなって言ってますけど、そんなことないですよね。ない。あ、子育てで忙しくて、ね、そうですよね。そう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 。じゃあちょっとお子さんも足は運べませんでした。そうかどうしても子育てでお忙しくてね、はい、ちょっと離れてた時期はあったけど戻ってきたと。そうなんですね。野村監督の頃からのファンというと、もうファン歴で言ったら30年来とかね。お帰りってつば九郎言ってますがね、え、はい、そうですよね。どう、つば九郎はさ、まあ、実際つば九郎も94年のデビューですか？となるとね、同時期にきっとスワローズをね応援してらっしゃったと思うんですけど、
その頃のなんかスワローズの思い出だったりとか、つば九郎ある？ね、でも長いことこう途中ね、あの子育てのブランクがありながらもこうまた戻ってきてくれたっていうのは、つば九郎も嬉しいんじゃない？サッチーが怖かったそうなのね。ああそうでしたか。野村監督といえばやっぱりサッチーと。そうですね。ではのりこさんも 長いことね、こうちょっと一時離れたけど長いことスワローズファンということで、今日はいろんなお話をぜひ聞かせてください。はい、はい、よろしくお願いします。ね、グッズもいっぱいね飾ってくれてます。お願いします。では次の方にお話聞いちゃおうかな。お次の方は今回唯一のキッズ会員のお友達にお話を聞こうかな。意気込みに空中クルリンパをやってほしいと書いてくれました、大久保隼人くん9歳です。隼人くんこんにちは。こんにちは。やだっていきなりあのつば九郎言ってますけど、隼人くんはちょっと最初に聞いてみたいんだけど、クルー会員になって何年ぐらいかな。あ、今年入ったばっかりです。あ、今年入ってくれたばっかりなんだ。そっか、隼人くんは、あ、若いと。そうね、あの唯一の今回ねキッズ会員だからね。隼人くんは今9歳っていうと何年生かな。3年生です。3年生か。じゃあ今日は学校帰りだ。はい、はい、ありがとう。隼人くんはなんでスワローズを好きになったのかな。おじいちゃんとお兄ちゃんがファンだったからです。おじいちゃんとお兄ちゃんがスワローズファンだったんだ。じゃあおじいちゃんと一緒に神宮に来たりしてたのかな。あ、おじいちゃんとはちょっと行ってないです。あ、おじいちゃんとは行ってないけど、あ、今日給食なんだったってつば九郎が聞いてます教えてくれる。今日給食はパンと、うん、まあサラダとフルーツポンチでした。フルーツポンチいいね給食懐かしいな。質素そんなことないよね残さず食べましたか。はい。隼人くんはさ、こうもともとおじいちゃんとお兄ちゃんがスワローズファンだったって言ってたけど、スワローズのこうどんなところを好きになったのかな。うん、強いところ。うん、強いところ。そうだよね、きっと今年ね、あのファンになったよっていう隼人くんにとってはすごくね楽しかったよね、きっとね。どうでしょう、つば九郎も何かありますか。ちょっと前弱かったとそう言わずにね、まあそういう時もね、長いことファン続けてればね、ありますよね。でも隼人くんはこれからね、今9歳ですから、ずっと生涯ねスワローズを応援していただきたいですね。隼人くん、今日はお隣はお母さん。あ、はい、そうです。あ、よろしくお願いします。あれかな、隼人くん、あのスワローズファンのきっかけになったおじいちゃんはご一緒には住んでないのかな。あ、はい、そうなんですね。ちょっとあの亡くなってしまってるんですけれども。そうだったんですね。祖父はもうすごい、もうずっと昔からのヤクルトファンで。はい、そうだったんですね。はい、ママはプラチナ会員ってつば九郎が聞いてますが、実は違います実は違いますそっか。でもね、おじいちゃん残念ながら亡くなっちゃったけど、おじいちゃんが大好きだったスワローズを隼人くんも今応援してくれてるんだね。そうですね、はい。あ、そっか。じゃあきっとね、おじいちゃんも隼人くんがファンになってくれて嬉しいね。では今日はいろいろお話聞かせてね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では次の方に行きましょう。続いて3人目の方です。意気込みに画面越しでもつば九郎に会えるのを子供と一緒に絶望しています、ぜひ当選させてくださいと書いていただきました。松井優香さんです。優香さん、お願いします。はい、こんにちは。あ、かわいいお子さんと一緒に参加してくれました。お願いします。あら、かわいいですね。お子さんはちなみに何ヶ月ですか。今6ヶ月です。あ、6ヶ月だって。食べちゃうぞって言ってます食べないでください怖いね、かわいい。あの、大丈夫そうかな、今日は一緒に参加できそうでしょうか、お子さんも。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ゆうかさんはスワローズクルーになってどうでしょう、何年ぐらいですか。今4年目です。あ、4年目。
生授乳つば九郎その時は、ね、ちょっと外してもらって大丈夫ですからね、ゆうかさん、あの、はい、良きタイミングで、ね、やってくださいね。4年ぐらいですか？はい、そうです。4年ぐらい、ありがとうございます。もともとゆうかさんがこうスワローズファンになったきっかけって何だったんでしょうか？なんかもともと先輩にビアガーデン行こうって誘われて、はい、行ったら神宮城で、なんか外でビール飲みながら野球が見れるからビアガーデンだぞって言われて、なるほど、行って行ったんですけど、はい、で酔ってるのがあって、なんか野球見るのが楽しいなってんでハマりました。それが旦那さんとつば九郎が聞いてますがすいません、旦那ではないです。ではないあ、でもこう会社の方からビアガーデンに行こうと言われて行ってみたら、それが神宮球場だった。はい、そうでした。面白いですね。実際優香さん、その初めて行った時は野球って例えばルールとかご存知でした？打って投げるぐらいは知ってました打って投げるぐらいは知ってた。なるほど、はい、じゃあそこからあ、神宮でビール飲むの楽しいなと思ってスワローズを応援するように。はい、ルールとか勉強してヤクルトの選手とか勉強して好きになりました。そうだったんですね。なんか事前のアンケートには酔っていたのもあり、生で見る野球にハマって好きになりましたと書いてありましたが、ちょっと判断能力が鈍ったみたいな感じのちょっと書き方ですけどハマっていただいたんですね。はい、そうですいやでもつば九郎、こうやってさ、ビール半額とかこういろんなイベントやってるじゃない吐くなよって書いてありますけど吐くまで飲んじゃダメですね。ねえ、でもそうやってこれがきっかけでやっぱりさ、あ、スワローズ楽しいなとか思ってくれる人がいるんだもんね。頑張んなきゃね、来シーズンもね。はい、ゆうかさん、ぜひね、お子さんと一緒に応援よろしくお願いします。はい、では次の方いっちゃおうかな。4人目の方です。佐藤恭平さん。はい、よろしくお願いします。恭平さんは意気込みのところに公務員ありですかといただいていたんですが、あ、公務員の方なんですね。あ、はい、すいません、なんか本当に、いえ、いいんです。このね、リモトークはもう公務員でもキッズ会員でも、もうスワローズクルーの方、ファンの方なら誰でも OK ですから、よろしくお願いします。恭平だけに関係ないねとちょっと世代の方はいらっしゃいますかね、大丈夫かしらさあ、恭平さん、早速お話聞きたいんですけど、はい、恭平さんはスワローズクルーの会員になって何年目ぐらいでしょうか？うわ、解禁でやらせてもらってます。10年。あ、え、はい、10年、はい、初年度からクルー会員ですね。足立満の会議所の時からお世話になってると思う。そうですか、はい、あ、もうスタッフさんがもう、あ、すごいと、ありがとうございます。こちらこそそうなんですねそんな恭平さんですが、もともとスワローズのファンになったきっかけって何だったんでしょう？はい、まああんまり怒られるかもしれないですけど、パ・リーグはソフトバンクが好きで、交流戦も好きなんですよ。それがきっかけですごく、はい、ヤクルトも好きになって、はい、もう逆転さよならぐらいの感じで、もうヤクルトの方がいいな。そうなんですね。じゃあもともとはホークスファンで、はい、そうですね。で、同じぐらいに野球見始めて、はい、先輩に誘われていったら、はい、それもめっちゃ楽しくて、はい、あ、はい、そうだったんですね。で、まさか逆転してスワローズファンになっちゃった。もうどっぷりですそうだったんですか。それが今の奥さん。いや、残念、違うそうです、つば九郎なるほど。なんか事前にいただいたアンケートで学校のお近くだったみたいに書いてあったようなんですけど、はい、あ、今の、まあ、学校の先生なんですけど、要は、ちなみに恭平さん、何の先生かどうかは聞いてもいいですか？あ、大丈夫ですよ。ちなみに、つば九郎先生の予想は何ですか？何の先生か、ちょっとつば九郎予想してみてよ。ね、先生だけしか聞いてないから、小学校、中学校とか授業も。家庭が欲しい。家庭が欲しい？数学です。何ですか？数学の先生なんですか？すごーい。ちょっと一目置いちゃいますね。あ、パイ書いたの。あ、パイ。数学といえばひねり出したのがパイでしたでは恭平さん、今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、さあではお待たせいたしました、最後の三角形の角度求めをやってますけど、最後の参加者の方をご紹介しましょう、倉沢智美さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ともさん、事前にいただいた意気込みに、当たったら嬉しいな、この日は自分の誕生日なのでといただきました。なんと今日収録、今日の日がお誕生日、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そうだったんですね、よかった。さあ、ともさん、今日はお誕生日にこのリモートオークに選ばれた今のお気持ちどうでしょう。嬉しい、嬉しいなんか大声でわーって叫びたい感じそうですよね、わーって叫びたいですよね、はい、おめでとうございます。いいプレゼントに、ね、なったかなと思うんですが、どうでしょう、つば九郎、今日はね、ともさんお誕生日ということで、ぜひね、一言なんかもいただけると嬉しいなと思いますが、あ、お、お誕生日おめでとうと書いてくれました。これ後で差し上げるの。あー、よかった、おめでとうございます。さあ、じゃあ今日はね、お誕生日のともさんですが、ちょっとこのスワローズクルー会員になって、まずは何年目かというのを聞いてもいいですか。2000円あげるのお誕生日に何年、あ、ちょうだいなの、あれと引き換えに2000円ちょうだい、結構な代償でしたねともさん、すいません、仕切り直して、クルー会員何年目でいらっしゃるんでしょうか。今年で3年目です。で、何年目、はい、来年も、加入予定なので来年4年目です。あ、来年で4年目ですね、ありがとうございます。ともさんが、プラチナと聞いてます それはノーコメントでノーコメントでいいんです、それぞれの応援の仕方がありますから、バイバイしない、バイバイしないで、今日誕生日さあ、ではともさん、改めて、スワローズファンになったきっかけって何だったんでしょう。はい、つば九郎とつばみちゃんがいるのでファンになりました。もともとつば九郎とつばみちゃんがきっかけで、はい、バイバイしない、なんでしょう、じゃあ野球がもともと好きだったとかではなくって、つば九郎たちきっかけで、あ、スワローズ気になるなってファンになったんですか。そうです。すごい、何か動画見たりとか、なんかそういうのがきっかけだったんでしょうか。なんかもともと他のキャラクター、はい、うんうん、お好きで、それの流れでツバクロというツバメがいるっていうのを知って、はい、それでファンになりました。あ、そうだったんですね。でもこうやってね、皆さんとお話をすると、必ずこうツバクロをきっかけでとかっていう方がね、いらっしゃるから嬉しいですね。地デジカ地デジカきっかけじゃないですよね、トモさんね、地デジカ入りじゃないですよね、違うみたいですでもどうよ、つば九郎、こうやってさ、野球あんまり知らなかったよとか、そういう方もさ、あ、つば九郎面白いじゃん、ヤクルト応援しようって言ってくれるって嬉しいよね。どうですか、マスコット冥利に尽きるんじゃない。こうやってともさんみたいにね、グッズもこうたくさん集めてくれて嬉しいじゃないですか。せんとくんグエットも同じじゃないですか、それさっきと変わってないですよせんとくんきっかけじゃないです、ないですね、はいということで、ともさん、じゃあ今日はつば九郎とのトーク楽しんでくださいね。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずは、ドアラの耳ですね、それはね